ドシバイクー .com。 フロントフォークのリクエスト整備です。中大型の油圧式を除く小型に限った話です。今日はですね、トゥデイのハンドルがガタガタなると、特に段差を乗り越える時とかですね、そういう時にブレが生じて、で道路走ってると基本的には左端を走る義務がもちろんありますので、30キロしか出しちゃいけないので、こう小型はですね、あ原付はですね、で日本の道路は雨が左端に流れるように、もちろん左に溝も作ってありますし、傾斜がありますよね。その時に溝と溝の間にはまったりするとブレたりするじゃないですか。そういう時フォークが死んでると結構危ないです。100cc 以上や単車になるとですね、油圧式ショックアブソーバー使ってるタイプはもちろんありますね。硬さを調整したりですね、オイル量で。小型のフロントに関してはスプリングパターンのみが多いです。で、リアショック、リアサスに関しては、確かに油圧がほとんどです。逆に言うとですね。なのでちょっと分けないといけないんですよ、これ。で、今回のリクエストとしては、トゥデイのフロントフォークというよりも、ハンドルのブレ、症状ですね。もうこうガタ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 、特に重いものを積んだ時とかですね、もうショックを抑えきれなくて、こうこんな感じのイメージですね。ガタガタスピード出すとめっちゃ怖い時ありませんか？ないですかね。なければそれは正常に動いてるっていうことなんで大丈夫ですけど、もちろん積載制限を守ってる上での話ですね。で特に荷物積んでなくてもなる場合はもうなおさらアウトですね。というのでそれの方法ですね。でこれちょっと種類がありまして、ハンドルがこの周りが悪い、こっちはくるって回るのにこっちが重いとかですね、ってなるとここの中間地点になりますし、今度この段差とかのこのショックの受けが悪いってなると下側になりますし、先ほど言った走行してたらこうガク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 軸ブレみたいになって怖いんですけどみたいな感じの場合は、この中にある樹脂のですね、ステーみたいなのがありますので、それの消耗ですというパターンがあるので、これのガタガタのブレを直してあげたいと思います。トゥデイ AF61、67共通です。そしてほぼほぼ全ての50共通です。そしたら作業していきたいと思います。ここから作業開始です。今回は当然フォークが原因でハンドルがブレる場合の修理です。他に原因がある場合もありますのでご注意ください。ステアリングを含まないフォークだけの場合、車体に取り付けたまま作業できます。まずはレッグシールドのカウル4つを外します。これトゥデイの場合の話ですね。そしたら前に回り込んで、今度はですね、フロントキャリア、カゴなどですね、外していきます。これは人によって取り付けてる人、取り付けてない人もいますので、私はキャリアをつけてますので外して、一般的な純正キャリアステーがついてますので、12ミリで外してあげます。するとフロントカウルが外せますので、ここは外しておきます。フロントカウルを外すとフェンダーが外せますので、正面1箇所、左右に1箇所ずつ、1、2、3と10ミリでボルトを外してあげます。そのまま下に行ってアスクルナットを外してあげます。12ミリですね。ボルト頭が12ミリ、ナットの方が17ミリです。通常ですね、17ミリと対するのは14ミリなんですけど、トゥデイに関しては12ミリですね、ボルト頭が。これでフロントアスクルシャフトを抜いておきます。別にタイヤを外してても構いません。そしたらですね、ジャッキを敷くかホイストで吊ってあげます。どちらでも構いません。 50cc の場合は数十キロしかないのでどちらでも大丈夫ですが、単車の場合は重量が100から250キロぐらいの間でありますので、同時使用をお勧めします。でタイヤを外してあげて、シャフトを抜いてますのでもう外れてるんですけど、まあ調整してですね、ちょっとカメラの位置関係でここからします。まずフロントタイヤを外して、ブレーキパネルからメーターケーブルを抜き取ります。ゴム爪で引っかかってるだけですので、マイナスドライバーなのでグイッと押して引っこ抜いてあげます。これですね。そしたら次はブレーキケーブルの方も抜いてあげます。これしないとですね、フェンダーが外れないんですよ。14ミリでアジャストナットを外してブレーキケーブルをスポンと抜き取ってあげます。これでブレーキパネルが外せます。そしたら次はあらかじめフェンダーボルトは抜いておきましたので、ボルトのところに爪があるので、それを剥がしながらフェンダーを抜いてあげます。グイッと下の方にですね、持ってくると抜けるようになってます。こんな感じですね。ちょっとめんどくさいんですよ、このフェンダーがですね。これでフェンダーも抜けました。そしたら次はですね、このフォークの中を抜いていきます。フォークブーツを外してあげて、画面でいう左側で作業していきます。画面左は車体から見ると右側ですので、部品注文の際お気をつけください。画面右側出っ張りが見えるでしょうか？ちょっとカメラの位置関係で見えないんですよ、細かいのは。なので左側に注目してください。こっちです。同じことです、やることは。で、近づくとここの中にスナップリングがあります。これを外すんですけど、その前にですね、強力なスプリングが入ってますので、大型クランプや紐でもいいので、スプリングをちょっと縮めてあげる必要があります。これをしておかないとスナップリング外すことができませんので、ご注意ください。
上から見るとこんな感じですね。ぐいっと縮めてる感じです。この縮めた状態でリングを外していくという形ですね。ということで左側で作業していきます。ちょっとぼやけてて申し訳ないんですけど、スナップリングが見えますよね。ありますので、これをぐっと縮めて外します。足回りでかなり硬いですので、ちょっと安物のスナップリングの場合ですね、2個上からペンチ、私はちょっとロックプライヤーでこういう感じでガチッとすると簡単に外れます。もうこれで弾かれることがありませんので、2個使うとですね、これでスナップリングが外れます。両サイド同じようにですね。ただフォークブーツがですね、右側の場合出っ張りで外れませんので、フォークを抜かないとですね。ということで元に戻ってクランプを外して、今度はフォークの中を抜き取っていきます。まずスポット抜けるのがこれですね、スライドパイプアッセンブリ一式です。これはですね、最初言ってた樹脂の部分わかるでしょうか、ガタガタの原因になると言ったですね。ちょっと近づいてみるとよくわかるんですけど、これが削れてる場合ですね、どうなるかというと、ちょっともっぺん刺しますね。こんな感じですね。最初のあのスピード出すとガタガタガタとなるというのがこれです。わかりますかね、ガタガタ鳴ってるの。今この樹脂が削れるとこんな感じで軸ブレを起こします。これがあの怖い原因ですね、の一つですね。もちろんこれだけじゃありません。他にもですね、いろいろ重なっての状況はあると思います。これはですね、パイプ一式で買わないといけないです。部品交換、樹脂だけやリターンスプリングのみでは売ってません。そしたら次、さらに奥にですね、フォークスプリングがあります。これですね、とストップラバーが中に突っ込まれてますね。大半の原因はこの2つに原因があることがほとんどです。フォークスプリングが死んでると重い荷物乗せた時ショック受けすぎますよね。そして次、ハンドルをこう回す、グイグイ、右左、重い軽いみたいな、それ言いましたよね。そこがここにあるベアリングとここにあるベアリングです。まあスチールボールベアリングになってますので、それの外す作業をしたいと思います。その作業はですね、ハンドル外したりですね、フォークを抜いてあげる必要があります。フォーク自体は簡単に抜けますので、ちょっとしてみましょうか。左側後ろに回り込んで、別にどこでもいいんですけど、カメラの関係ですいません。まずですね、レックシールドのボルト1つとステップボルト4つを10ミリで外します。合計5つですね。1,2,3,4,5 と、まあ、レックシールドはずらすだけです。外したい場合は前からさらにスクリュー外します。次にバッテリーボックスを開けます。ここがネジなのでドライバーで外します。蓋を開けて1個ここにネジがありますので、これを外してあげます。これで足元下側は OK です。このまま上に行ってハンドルカバーを外してあげます。運転席側から1つネジがありますので、ここを外して、で前側ですね、正面側から2つ左右にあります。両端に1個、もう1個向こう側にも1個あります。これでハンドルカバーの運転席側が外れます。これするとですね、レックシールドをずらすことができます。グリグリグリとしてあげて、ハンドル固定ボルトなどが見えてきてますね。ここですね、ちょっと角度を変えてもうちょっと見やすいようにするとこんな感じになってます。ボルト頭を14ミリですね、メガネなどかけてあげて、こちらからロックナットを17ミリで外してあげます。でまだボルトは抜かないでですね、釣り工具の人はですね、ハンドルがスポーンって抜けちゃいますので、先にジャッキを挿入します。ジャッキのみの人は必要はありません。ハンドルとフロントフォークが分離できますので、念のためですね、安全第一で2つした方がいいです。ハンドル固定ボルトの向きが向こうから刺してますね。私こちらから刺すようにマニュアルではなってます。すみません、皆さんは気をつけてください。さあ次、ハンドルパイプを上へずらしてあげます。グリッとするとステムロックナットが見えてきますので、これを大型の自在レンチや、まあ専用工具でも構いませんので、とにかくハンドルを左に思い切り切って外してあげます。次にハンドルをまっすぐロックするためのワッシャーもありますが、一緒にステアリングのトップコーンレースも外してあげます。この下にあるスチールボールベアリングの当たり面にもなるので大事です。ロックナットと同じように回して外してあげます。上にどん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 来ますので、でこれを外すとですね、フロントフォークが抜けちゃいますので、ガチャーンと落ちないようにフロントフォークを押さえながらですね、これで抜けましたね。どういうことかというと、ちょっと離れてみるとわかります。こんな感じです。今左手で押さえてますけど、これでフロントフォーク一式アッセンブリを抜き取ることができます。こんな感じですね。で最初の樹脂の部分、パイプの樹脂の部分とフロントフォークスプリングに関してはフォーク一式を抜かなかったですよね。あれは車体につけたまま作業ができるからです。そして9割以上がステム側よりフォーク側だからですね、先ほどの修理の方が多いから車体につけたまま簡単ですよという意味で、で今正面から見るとこれを刺さってたのをトップコンレンスとロックナットを外して、これを
外したという形ですね。こうするともうこれ一式交換するもよし、バラすもよしですね、オーバーホールで。そしてもう一個、ハンドル回転の大きなブレと言ってたのですね、ここです。この下側、まずは下側にステアリングスチールボールがあります。ベアリングですね、これの確認をします。一箇所錆びてたり一箇所へこんでたりすると、右は軽いのに左は重いとかですね、そういうのにつながります。でこれが下側ですけど、今上側にも同じようにあります。これ先ほど外したやつですね。まずロックナット、ステムロックナットがあって、ハンドルをまっすぐするこのロックワッシャーがあります。そしてトップコンレースですね。そしてこれですね、先ほどのスチールボールベアリングです。ハンドルの回転のガタがある人はここをチェックしてみてください。グリスを塗ってメンテナンスするもよし、もちろん交換するもよしですね。そしてこのスチールボール受け側ですね、ボールレースも見ないといけません。これの外し方をしたいと思います。このスチールボールにですね、異常なければいいんですけどね、まあまあ異常ある人は当然こちら側もということで、ここガチャガチャするとわかるんですけど、引っ掛けがあります。でそこにですね、ベアリングプーラーのアダプタ、これを入れてあげて中を広げてあげて、スライドハンマーなどで引っこ抜くと。ただ私エンジン全オーバーホールの時にも言いましたけど、ベアリング抜く時にこのですね、スライドハンマーで引っこ抜くのおすすめしません。本当におすすめしません。抜けないので、なかなか。これですね、あの自在アダプタを使って後ろから押してあげると言いましたよね。これが一番早いし一番確実です。通常大きいと大変ですけど、大きければ大きいほど簡単に抜けます。抜けますというより押し出せます。これはベアリング系整備する人は本当におすすめですね。概要欄の本編詳細に貼っておきます。そしたら作業していきます。ぐっと近づいてアップするとこんな感じですね。自在アダプタを奥まで入れて中で広げてあげます。これで筒抜けじゃなくなりますので、後ろからですね、これで言うと下側からハンマーで叩いてあげれば OK です。条件として反対側から叩けるように貫通してないといけませんけどね。ただただこれとプレス機があったら無敵ですね。そしたら適当なパイプを用意して、まあフォークを突っ込んでもいいんですけど、フォークが傷ついちゃいますので、ハンマー使いますので、こんな感じで外してあげるというシンプルな形です。引き抜きのスライドハンマー使うより明らかに楽ですし、スピードも3倍から5倍ぐらい速いです。スライドハンマー式自体がですね、昔からあるプーラー工具ですので、時代とともに進化していると。まあ 4,5 年前は実際この自在アダプターなかったからですね、前も言いましたけど、まあスライドハンマーは奥行きのめちゃくちゃあるブラインドベアリングなどで使えます。車が多いですかね。バイクの場合はそうそう使う必要がありませんね。そしたらもうちょっと近づいてみるとわかりますけど、最後抜けるところですね、こんな感じになってます。もう今5ミリぐらい出てきてますよね。これを抜いていくという形です。今これでボールレースの上側が抜けましたね。でこれをですね、確認して変形がないかとですね、これはですね、適当に抜くと変形しますので、まあそこは要注意ですね。きちんとこういう風なアダプターをしっかりとつけてですね、作業しないと再利用は不可能になります。何もなかった場合ですね。当然確認やグリスアップ再利用でしてあげる場合はこの受け側ですね、こっち側となります。で同じようにボールレースは下側にもありますので、全く同じ作業をします。同じようにですね、今度は下側からなので覗き上げながらアダプタをつけてあげて、しっかりとセットして、上からパイプなので同じように押し出すというやり方ですね。同じです。抜けましたね。これでもう車体側もステアリングベアリングのところに関してもフォークに関してもすることはありません。すべて外し作業は完了となります。同じようにチェックしてあげて、再利用するかどうかはその時の状況とその人次第です。これでハンドルのですね、右左の回転が一気にスムーズになるはずです。悪ければの話ですけどね。スチールボールの方とその受け側ですね、ボールレースの方ですね。受け側と言いましたが、スチールボールベアリングはコーンレースとのサンドイッチ状態になってますので、どちらかというとコーンレースの方が大事なのでご注意ください。そしたら残った部品のバラし作業をしていきます。どのバイクも最もしんどいボトムコーンレースのですね、脱着方法がありますので、そこですね。そしたらフォークの方を外していきます。最初の方はですね、車体に取り付けたまましましたけど、もちろん同じようにですね、スナップリング引っ掛けて、ここ本当に硬いので二重にした方が安全ではありますね。こんな感じでロックプライヤー使うって押さえると簡単に外れますので、これで引っこ抜けますね。このスナップリングがですね、本当に硬いんですよ。やっぱ足回りだけあってですね。そしたらこれをバラしていくだけです。
で、左側のフォークスプリングの中にはラバーストッパーが入っていません。左側はブレーキパネルを押さえる支えがありますので、それとのバランス調整と思われます。全体で見るとよくわかります。こんな感じで部品が成り立っています。一つだけまだ取れてない部品があるのわかりますでしょうか？それが先ほどちらっと言ったボトムコーンレースです。どのバイクも一番大変な脱着ですね。その大事なボトムコーンレースがどこにあるかというと、ここになりますね。上から見るとわかります。ちなみにこのバイク、泥除けみたいなのがあって、めちゃくちゃ外しにくいので、不器用な人は触らないようにお気をつけください。あと工具が揃ってない人は圧入も難しいですのでご注意ください。スチールボールベースはサンドイッチ状と言いましたよね。二つの金属レースに挟まれています。その一つですね。それが一番最後となります。ここですね。これがですね、ほんと外しにくくて、単車とかだとですね、メンテナンスしやすいようになってるんですけど、これはまずここから入れて押し出します。そのための穴だとは思うんですけどね。ただ、一箇所だけすると当然ダメですね。絶対外れませんので、軽く4箇所がベストですよね。十字架を切るように。このバイクは3箇所からしか無理です。ボトムコーンレースはですね、脱着方法だけで一つの動画が撮れるぐらいコツが必要です。ですので、3箇所からマイナスドライバーなどで、コン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 と外していくしかありません。一箇所穴の開いているこんな感じで、次がここですね。横、一番離れた場所。もうここが限界ですね。そしてこっち側ですね。これを叩いて外していくだけです。で、本来4箇所入れたいんですけど、入れれないのがこれですね。こいつのせいで、一箇所マイナスドライバー程度の穴があるだけでいいんですけどね。それすらないのでもう無理ですね。ということで、一気に早送りで外していきたいと思います。こんな感じでわずかですが浮いてるのわかるでしょうか。これを繰り返して外していきます。これでボトムコーンレースが外れました。これで全てですね、フォーク関係、まあステアリングの方にもなっちゃうんですけど、部品類が全て外れましたので、チェック、確認して、交換してあげて、組み立てていくと。それでオーバーホールの完了となります。今回はですね、ちょっとバラシの方の作業ということで、ちょっと時間がかかった部分もありますので、こんな感じになります。次回は、チェック、洗浄とかですね、グリス塗っていって、組み立てる方法でいきたいと思います。動画にない情報なども Twitter、Instagram、ブログで随時更新中です。